ポーカンパニーオーディオコメンタリーチラ見せ。いやー始まりましたけれども、おはようございます、小松翔平です。おはようございます、増山武明です。おはようございます、増本拓也です。おはようございます、浜玄斗です。この番組は若手声優4人が番組という名の会社を立ち上げ、ビッグな大企業にしていくサクセスストーリー番組です。今回も昨今の情勢を受けまして、ご覧の通りソーシャルディスタンスを保ちながらお届けしております。いということで、今回はこんな企画をお届けします。映画 K4 カンパニーオーディオコメンタリーチラ見せ。いやーいいの見せちゃって、チラ見せちゃいますよ、チラ見せ。ということで、先日公開された映画ですね、K4 カンパニーあの日のダンボールの DVD& ブルーレイが6月18日に発売されるということで、いやありがとうございます、はい、ありがとうございます。その特典ですね、もうあの事前に言ってたんですけども、僕らのオーディオコメンタリーがつきますと、今回ですね、その収録の様子、そしてオーディオコメンタリーの見どころや聞きどころなんかも、ちょっとはいはい、早いんですけど、ちょっと出しちゃおうかな。大コメの聞きどころ、見どころを言うんだよ映画のじゃない、そうです、もうオーディオコメンタリーのちょっとよくわかんないですけど、やったことないから、まあ、まあまずやっぱ DVD かブルーレイかですよね、いやありがたいですよ、嬉しいです本当に、何枚もね買って楽しんでくれてもいいですし、はい、もちろん浜さんも、まあだからやっぱり俺だったらまあ4000枚は硬いよね、買うよね、それえ、たったの、あれまあちょっと少ないかなと思ったんですけど、他の人に気遣って最初の初週は4000枚、まあ言い方悪いですけど DVD だけで4000枚ですか、ああごめんなさいごめんなさい、ブルーレイ4000枚、あブルーレイ1枚です、4000万、ブルーレイ1枚です、4000枚です、だから4000対1、はい、40001枚買います、でその後8万枚買いますめちゃくちゃだ、8万40001枚買います、はい、8万40001枚、ありがとうございます、ありがとうございます、俺は2枚ぐらい一応使います。通常版と豪華版とかね。ああそうですよ。そうだそうだ。いろんなのがありますから。ということなんですけども、まずはオーディオコメンタリー収録の様子をもうちらっと見せちゃう。なるほど。我々が喋ってる様子をご覧いただく。まあ実はもうさっきね、撮らせていただきました。はいはい、回してましたね、はい。ぜひぜひ聞いてください。どうぞ。始まりましたけれども。始まったね。ね、始まりました。あ、おはようございます。小松翔平です。はい、おはようございます、増山武明です。おはようございます、増本拓也です。おはようございます、浜健斗です。はい、ということでオーディオコメンタリーでございますけど、よいしょ、っていうか始まり方がハリウッドなのよなんかちょっとしっとり入った方がいい、空撮から始まってるから、東京の全景が映ってから、これ見た人最初びっくりするんじゃないですか、なんかあこういう映画なのかなって、ね、思っちゃうよね、出た、これもねこういう人なんだなって思うよね。そうだよね、今回の増山さんこういう役なんだなって思っちゃうよね。ね、増山さんが無理言ってこういうシーン撮らせたのかなみたいな楽しそうだないや揺れがやべえないや強すぎるだろあ浴びせぎです無駄測定よ無駄とか言うの測定した後にパンチしてるいやそうね、測定で攻撃してるわけじゃないから、実はあのカリオさん片手測定してるんですけど、あそうなんだ、あんまちゃんと映ってない、そうだ、ね、そうなんだ、あらまあ、かっこいい、 やっぱプロレス好きはこういうの見るとガシャンやりたくなるね、その要素入れたんでしょうね、完全に金網デスマッチみたいな感じなんですね、これお腹空いてきたうわうまそう、いい時間ですよ、もう冷静に考えるとこの握力超人っていうワードって結構面白いですよねそうね、跳ねまくってるコンテンツさんみんな知ってる、ご承知の通り握力超人ですよ、テントが俺のために作ってくれたお弁当、そういうことじゃねえから妄想に引っ張られすぎちゃう、そういう映画じゃねえからそういう映画じゃねえ、いいね、さあということで聞いていただきましたけれども、どうでした、撮ってみて皆さん、なんかライブとかのねお米はあるけど、自分たちのその映画のお米って本当に初に初が重なってる感じ で、ね、なかなかなかったよね、結構新鮮だね、見入っちゃう、そう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 だね、確かに、あとチャプターの間が大変でしたね、あそうだ、チャプターの間がちょっと切りどころですね、あそこで喋っちゃうとちょっと切るの大変なんで、それがちょっと大変でしたね、そうそうそう、最初俺がっつり喋ってたから
によっては飛ばし見する人もいると思う。このチャプター大嫌いだから。そんなことある？そんなことないと信じたい。ないと思いますけど。均等に見てほしい。まあ好きなシーンをね、何回も見るってのはそうです、ね、ありますから、ね、好きに楽しんでいただければと思います。はい、ということでですね、このオーディオコメンタリー本編は6月18日発売の映画警報カンパニーあの日のダンボール DVD& ブルーレイに収録されるんですが、まあ最後に改めてこのオーディオコメンタリーの見どころをちょっと一人ずつ紹介していければなと。任せやろよ。なるほど、いくらでも言えるから。そんな浜さん、やっぱり廃墟系フォーさんへの我々のリアクションですよ。なんかずっと笑ってましたね。あの本当にね、あのね、すごい嬉しいし楽しいんです、うん、あの仲いい4人がやってると、うん、なんか我々の4人のリアクション、主にあの狩野さんへの我々のリアクションだと思うんですけども、やっぱりあの狩野さんもすごい明るくて楽しい方なんで、うん、あの我々の思わずふふっと笑っちゃうちょっとフランクな、コメンタリーに注目してください。はい、ということで、じゃあ増本さん、はいはいはい、まあね、いっぱいありますけど、やっぱりあのなんかね、映画で一回見たいと見た時とかにはあのさささっと流れちゃったあのイメージカットとかあるじゃないですか、会議のとこ、ああいうとこでまあなんかこういうことをやってたんだよとかっていう、まあちょっと裏話めいたものとか、あのよくよく見たらデスク周りのものとかもね、映画館じゃはっきり見えなかったものとかあるんですね、そう、あれ僕たちがどういう風にしてたかとかいう話もちょこちょこ入ってると思いますんで、そういうところを見てほしいなって思います。聞いてほしい、見てほしいなと思います。はい、じゃあ増山さん、まあ俺らのやってる時もなんか実際にこうカメラの前でね、面と向かって一緒に芝居してる時のなんか感じと、なんかいざ画面で見てみると、あ、こんな感じなんだみたいな、結構俺ら自身も見てて新しい発見みたいなものがあったので、なんかそういうなんか、まあ俺たち出演してる身ではあるんだけど、結構俺らもなんか新鮮な声みたいなものも出たんじゃないかなというふうに思いますんで、はい、そういったところもぜひよろしくお願いします。はい、まあ、そうですね、僕としては、まあ、やっぱ全員挑戦したアクションシーン、そうだね、うん、やっぱ結局みんなやることになったんで、そうだそうだね、そうだね、みんなやりましたからと思ってたんですけど、いやでも本当あの その中でもやっぱ僕が一応最強キャラということで、うんうん、はい、まあ、かっこよく見えるようにはしてくれたんですけど もうみんなすごいあの難しい盾をいっぱいやってるので、もうそのあたりは何度も見てほしいですね。めっちゃ頑張ったな、パルクールも。パルクールあの2カ所な、すげえ頑張ってる。いや、あれ言われなかったら俺気づかなかったよ。なるほどなと。そういうのもね、絶対ね、僕も見たら分かると思うんですけど。解説もね、しながら見させていただきましたんで、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで今発表したところをですね、ぜひチェックしながらオーディオコメンタリー楽しんでください。はい、以上、映画警報カンパニーオーディオコメンタリーチラ見せでした。それではここで警報カンパニーからのお知らせです。今回収録したオーディオコメンタリーは通常版、豪華版、いずれのタイプでもお楽しみいただけます。通常版にも入っているということですね。はい、前編通して聞き応えのある内容になってますので、本編と合わせてぜひ聞いてください。警報カンパニーザ・ムービーあの日のダンボール DVD& ブルーレイは現在好評予約受付中です。詳しくは公式 Twitter、オンラインショップ、日ストアをチェックしてください。それではお別れのお時間です。ここまでのお相手は小松翔平と増山武明と増本拓也と浜ケントでした。お疲れ様でした。覚えてますか、警報トレカ企画やりましたね。あ、相手が持ってるカードを強制的に使わせるみたいなカードとかあったら面白いかもしれないですね。イジスタチャンネル登録